損害保険ジャパンが2024年1月に予定していた自動車保険の保険料の値上げを当面見送ることが分かったビッグモーターの保険金不正請求問題で損保ジャパンはビッグモーターに対し37人の出向者を出すなど関係の深さが指摘されている損保ジャパンはこうした中での自動車保険の保険料の値上げは契約者から理解が得られないと判断し 当面見送るという保険料をめぐっては物価高で自動車の部品価格が高騰していることや新型コロナによる外出自粛が解けたことで事故が増えていて値上げは避けられない状況となっている以下はネチズンのコメントをまとめたものです全国一律の保険料を徴収していても全国で地方の板金工場に支払う損害修理代は違いがある 損害保険会社は損害が増えれば値上げをするだけで内部の合理化などはあまり進んでいないこのままでは通販の保険料の安さに負けますよ会社が大きいと社会に与える影響お客様を守ることが一番重要大切なので思い切った罰則ができない本来なら共犯同罪で逮捕の案件です理解を得れるわけがないでしょう ビッグモーターとソンポジャパンの密接な関係や、37人もの出向者が不正を認識していたかどうかといった問題がある状況なのに値上げなどできないでしょう。保険なんてものは、顧客との信頼関係が非常に重要である上にに不正行為や癒着の疑念がある状態では、消費者の信頼を失う可能性あるのだから、値上げを言いましたら顧客は確実に減るでしょう。 値上げに関して適切に説明もなく、ビッグモーターとの関係や不正行為等が明るみに出れば、顧客からの反発や公的な調査による厳しい対応もあることを考えるべきでしょう。値上げする市内の問題ではない、37人はどうして送り込まれたのか聞きたい。37人はどう役目でどのように不正に関与したのか、そして今まで不正に値上げされてなかったのかも知りたい。 保険業界は一般他社に比べ年収が異常に高いがなぜその給与設定がされたのかそもそも保険の掛け金支払いなど一方的で顧客の知らないところで操作されているのではないかと疑ってしまう保険の各分野で利益率はいくらぐらいなのか知りたい21年8月モールで相手が一旦停止から前方不注意で飛び出し側面にぶつけられ 加入の損保から車の修理の件ですが工場はビッグも、他というところから連絡が入ります。ご対応よろしくお願いいたします、とのこともらい事故だから安易に修理してもらい35万位だったと思う左フェンダードドア、ア、ア、リアバンパーどうなんですかね。その後6対4での時短保険代3割ほど上がってもらい事故なのに散々でした事故処理もこんなもんですよ。 風に処理されビッグと組んで損保も払いたくないように適当だったんだなと思う今年いっぱいで他社に変えます保険料で利益を確保することはもともとありえない預かり金である保険料を運用することで収益を出しているそれは株式などの金融商品や不動産での運用が利益となっている基本は保険料と保険金の収支がトントンであること つまり保険金が不正支出で課題になった分を保険料値上げで補填するのは理解されるはずがないつまり保険料の値上げでなく社員の給与引き下げなどで収支の不足分に充当するのが企業責任だそんな気休めが通用するか時期をずらすだけだろディーラーなどで直す個人の契約者には払い渋りをして中古車業界には余計に払う その付けで値上げ東日本などの災害のたびに値上げをするけどそれも BM な D 中古車業界への支払いがかさんだふんだと推察もできる保険料は支払い保険金と見合うように計算されているつまり実際の事故率や損害率に基づいて保険料は計算されているわけだ他に保険会社の経費率なんかももちろん含まれる 不正請求があって保険会社は損することがなくそれはすべて保険契約者イコール一般国民に広く浅く転嫁されることになるだから不公平不公正がないように国の機関である金融庁が監督しているわけだたとえ保険会社が騙されていたとしても金融庁からはちゃんと修理費用をチェックしているのか アジャスターはちゃんと機能していたのかとか怒られるのにこの件はほとんどグルみたいなものだから値上げ見送りだけで済ませられるのかな役員レベルの辞任が必要になってくると思うけどね値上げの協議なんかに入るのは早すぎるまさか今回発生する損害賠償金を上乗せするつもりですかその前に、 このソンポジャパンという会社が社会に適応しているのかこのまま存続させて大丈夫かを協議してください社長の交代くらいでは収まらない37人も BM 社に出向させてこんなひどい状況すら見抜けない根本的な風土というか体質に問題あるのでは BM 社と結託し保険料の底上げ工作とも思われることを散々してきたのにさらに値上げなどとは言えないよね それよりも底上げ工作で値上げした分を契約者に返金すべき。10年以上ゴールド免許で無事故ゆえ保険を使っていないのに値下がるどころか毎年微増している。底上げ工作は関係ないとは言えないと思う。他社で契約している私にも返してほしい。出向者がビッグモーターの不正を知らないはずはないというのが世間の意見。 これだけ無数の不正が公になり知らないはずがない5は会社側に報告していたかどうかこんな不正をしていたらモラルのある社員なら会社に不正を報告しているはずトカゲの尻尾切りで逃げようとした損保だがそう甘くはないだろう未だに状況報告もなく外部監査で会社側が不正を知っていたという報告が上がれば 損保はさらに悪質企業のレッテルが貼られる損保の不信感は誰もが抱いておりビッグ出向者の役職も気になるもうダメでしょう来月の発表と同時にかなりバッシングを浴び経営陣はビビってると思いますね長く車乗ってると税金が上がるのはこういう保険会社の意図もあるのかな とにかく車関係全体がかなりブラックな状態なので全て洗い出してほしいですね。実際のところは車関係以外にも天下り先になってるところなんてめちゃくちゃと思うのでこのタイミングで一斉検査してほしいです。保険を使わなくても良い場面で使わされたケースもかなりあるはず。それらを全件洗い出して。 保険の基準額の算定をやり直して自動車保険の契約者に返金するここまではマストの対応になるので金融庁は業務命令を出してほしいビッグモーター問題が片付いてもないのに値上げの話は当然顧客から理解なんて得られないでしょうねまずは従業員のコストカットなど社内の合理化をしてから 初めてステークホルダーから理解が得られるものと考えます火災保険も自動車保険ももう何十年も損保ジャパンだったよもう次の満期にどちらも他社に変更するからいくら値上げしても構わないよその代わりちゃんとビッグモーターとの不正な取引に伴う損失補填のための値上げだと明記してください これからは少しは正直な会社になってください。